皆さんこんにちは。静岡県のプレイズレポーター清水シティチャーチ牧師のスリア佐野和夫です。今回は12月6日に行われました第28回清水市民クリスマスのレポートをさせていただきます。 JR 清水駅東口から徒歩5分にあります507名収容の清水テルサ大ホールにてフィンランド国際交流ラップランドトリオコンサートが行われました。清水市民クリスマスは静岡市清水区にあります20以上の教会が清水静岡のリバイバルのために毎年力を合わせて行っているクリスマスイベントです。私事になりますが、私たちが4年前に清水で開拓を始めてからも岩渕誠さんご夫妻、久米さゆりさん、小坂忠さん、森ゆりさん、これらの毎年国内の素晴らしいゲストをお招きして清水区の皆さんにイエス様の素晴らしさを紹介することができました。しかし今年は今までとは異なり、清水市民クリスマスとしては初めての海外からのミュージシャンをお迎えして行うことになりました。私の妻の母国のフィンランドからサイラ・セウルヤルビのトリオと音響技術者の合計4人が来日し、霊的にも技術的にもかなり高いレベルのコンサートが実現しました。フィンランド大使館の協賛をはじめ、日本 CGN テレビ、地元の美穂音楽村、ミクタムレコードやシティプレイズプロダクションなどの協賛で企画されました。地元のロータリークラブやフリーペーパー、また読売新聞などを通して、また地域の学校や交流館なども今までにない協力をしてくださり、広く宣伝することができました。当日は500人のホールがほぼいっぱいになるほどの盛況で、初めての参加者も6割ほど、2、3回来たという方々を入れると7割ほどとなり、市民クリスマスへの期待がこれまでのいわば教会の内輪の範囲から教会に来たことのない多くの人々に広がっていることが分かりました。今年は特に若い人々、学生たちの比率がかつてないほど多く、人数的にも今までで最高のものとなりました。これまで28年近くこのイベントを見てこられた方々は、今まで見たことのない改修が本当に喜んでコンサートを楽しみ、帰り際にはよかったよかったと言って帰っていく姿に、主への感謝と大きな驚きを隠せませんでした。今清水に主からの大きな破れが始まっていると信じます。このクリスマスイベントのために清水の諸教会はカトリックからプロテスタントまで主にある一致をもって毎月集まり、清水静岡のリバイバルのために祈り、準備を進めてきました。これまで28回も続いている市民クリスマスは、お互いの違いを乗り越えて主の愛によって愛し合い協力し合う清水の教会の牧師信徒の方々の地域に対する愛の土台の上に、毎年毎年地道に継続されてきました。固い岩地のような清水の地も昨年あたりから破れを感じるようになり、今年はさらに大きな破れを体験できるのではないかという予感がしていました。今回の市民クリスマスを通して清水の諸教会にさらなる一致が与えられ、教団教派を超えて共に主に仕える喜びが増し加わっていくと信じます。清水にさらなる破れが与えられ、主を信じて救われる人々が増えていくと信じます。以上、静岡県からスリア佐野和夫がレポートいたしました。